べるうぐいすさん講座。今回は発声と滑舌についてお話しいたします。皆さんこんにちは、さきさくらこと須崎よしおです。さて、初めてうぐいすを頼まれてやることになりましたという方からコメントをいただいて、あ、なるほど、準備の前段階っていうのはやってなかったなと思いまして、発声と滑舌っていうところはね、大切なのでやっていきたいと思います。今回お送りするのは、座ってできる腹式呼吸、首周りをリラックス、自分の声に慣れましょう、滑舌に役立つ早口言葉を紹介、この4つのテーマでお送りいたします。最後までよかったらお付き合いください。発声と滑舌の練習の、まず座ってできる腹式呼吸ですが、車の中でね、ウグイスさんは座って喋りますので、この座って腹式呼吸をするということに慣れるといいなと思うんですね。で、その時にどういうふうにやるかというと、まずお尻の座骨ですね、座骨の骨でしっかりと自分の骨で座るという形で、まず座っている姿勢を整えてください。で、この座骨でしっかり座って、骨がね、座るとゴリゴリするところがあるので、そこをしっかり椅子にくっつけて、骨で安定させて骨盤を自然に立たせます。すると背骨がスーッと立ってきますので、背骨の骨がね、一つ一つこうまっすぐ立ち上がっていってね、首の骨までたどり着いたら、頭、頭蓋骨がそこにスポンとはまっているような形で、こう立たせようとしてこう力を入れるのではなく、骨が自然に立ち上がっているような感じをちょっとイメージして座ってください。そうするとこう骨盤がしっかり立ってますので、体が安定するんですね。で、この安定したところで今度は呼吸を入れていきます。まずは鼻で吸って、口で吐く、鼻で吸って口で吐く。この時にイメージしていただきたいんですけど、鼻で吸った時に全身が風船みたいにふわーっと膨らんでいくのを感じてください。で、吐き出す時はその風船がシューッとしぼんでいくような、体がこうシューッと小さくしぼんでいくようなのをイメージしてください。吸っていくと体が自然と膨らみます。胸も膨らみますし、背中も腰もお腹も膨らみます。この体に入った酸素は足の指先まで取り付きます。あと足の指先までたどり着いたら、そこを突き破って足の指からさらに外に向かってふわっと広がっていくようなイメージ。そして吐き出すときはそれを全部来た道通って、全部吐き出したら体がシューッと小さくなります。そんな感じをイメージしてやってみましょう。もう一回、はい、吸って、風船のように膨らんだのを感じたら、自然に吐いていきます。さあ、自然に吐いたら体がしぼんでいきます。もっと出して、もっと出して、もっと出して、しぼんでしぼんで、もっと出して、一滴残らず全部吐き出したら、自然と空気が入ってきます。膨らんで膨らんで膨らんで、パンパンに膨らんで膨らんで、体がもうこれ以上酸素を取り込めないっていうぐらいまで膨らんで、パチンと弾けそうなところまで来たら、吐いていきます。というのを何回か繰り返したらですね、今度は吸ってお腹がパンパンに膨らんだら、膨らんだお腹を今度はしぼませないように力を入れて吐き出してください。お腹は膨らみません。
と吐いていきます。吐いていきます。吐いていきます。吐くんだけどお腹はへこみません。さっきはしぼみましたね。しぼまないです。膨らんだまんまをキープしてください。はい、一旦ちょっと呼吸を休んで、自然な呼吸に戻して力を抜いて体をリセットしていきましょう。はい、もう一回いきますよ。はい、座ってしっかりと呼吸を整えて、はい、吸っていきます。全身で吸って膨らんだら、その膨らんだ体がしぼまないように力を入れて、しぼまないように力を入れて、でも吐きます。吐き出します。吐き出します。吐き出します。はい、 OK。 はい、こうやってお腹が膨らんだお腹がへこまないように力を入れて吐いていく、この腹式呼吸がね、とても大事なんです。だからマイクで有声するときも、ありがとうございます、力を入れないと、ありがとうございます、ありがとうございますなんですけど、お腹にこのへこまないように力を入れて言ってみると、ありがとうございます、ね、声に張りが出るんですね。これをちょっとやってみてください。そして、はい、次、首周りをリラックスさせます。声帯はね、この首周りにありますので、この耳の後ろのところから、くる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 下に向かって、どん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 マッサージをしてみてください。はい、で、肩こりのツボとかね、押してみるといいと思いますし、首の後ろも猫つかみするようなイメージで、こう自分の首の後ろをね、こう揉んでみてください。そしておすすめなのは、2本指、人差し指と中指を使って、この指の間に鎖骨を挟みます。で、クリ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 マッサージしてみてください。右も左もね、やってみてください。そうすると何が起きるかというと、リンパの流れが良くなって、体が循環が良くなってくるんですね。そうすると呼吸、さっきの呼吸で酸素も行き渡りやすくなりますし、何しろね、体が何て言うかな、流れやすくなるので、いい声が出やすくなるんですよ。喉を直接揉むのもいいんですけど、こういった鎖骨周りとか、肩を回したりとか、首を回したりとか、あと私がちょっと個人的におすすめなのは、手をグーにしてですね、孫悟空みたいにこめかみをこうグリグリやってみるんですね。そうすると、これをね、こうグーにして、関節でですね、硬い関節のとこ、指の関節を使って、こう頭をね、一通りグリ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 やってみてください。すごくこう冴えてきますし、声にもツヤが出てきます。おすすめです。はい、ちょっと緊張することがあると思うんですよね。マイクを前にして、初めてだと特に緊張して体がこわばってしまうので、そうすると出る声も出なくなってしまいますから、呼吸とマッサージで、リラックスしていって始めてくださいね。ちゃんと座骨で立って骨で立っているので、体の姿勢は保たれるんだけれども、筋肉は柔らかくしておいてください。その方がいい声が出ます、ね、はい、そして自分の声になれましょうとありますが、質問の中にね、声のトーンはやっぱり高くするんですかとあります。一般的に言われているのは、ドレミファソラシドのラの音で喋ると、その音が相手の耳に心地よいですよっていうのは言われてるんですけど、なかなかそれって出しにくいですよね。で、そうすると、じゃあ今度はどうやって考えるかというと、普通の声から、普通の声でいいと思うんですけどね、普通の声なんですけど、この腹式でお腹を使って発声すると、声の雰囲気が変わってくるんですね。なので、トーンが上がったような感じがすると思います。で、カラオケなんかに行くと、シャープ1、シャープ2とか、フラット1、フラット2っていう形で、こうキーを少し上げていく、または下げていくという機能がついてると思うんですけど、
けど、これをね、一つ二つ上げるイメージを持つと、声がいいかもしれない、聞こえがいいかもしれないですね。高すぎてもダメです。裏声出す必要もないです。ありがとうございますなんていう必要ないですけど、でも面白い子がいて、なんか劇団出身の子だったかな、ウグイスさんね、初めてうちでやるっていう子がいて、その発声じゃ喉つぶれようと思ったんですけど、もうずっとね、喋るときに裏っ声なんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや。でそれが、なんていうの、声楽やってて、裏声がしっかり出せる子だったらそれでいいんですけど、慣れない裏声を出してると、本当に喉が枯れてきちゃうので、どこに力入れていいかわからない状況になっちゃうんですよね。それだと、例えば1週間の選挙期間、朝8時から夜8時までなんて落ちません。私も知事選をやった時に21日間で、もう睡眠時間毎日ね 3,4 時間しかないところで、地方だったので車乗りっぱなしで、ちょっと北国だったので寒くて声も乾燥しての空気乾燥してて声を出すのが大変で、喋るとどんどんかすれてきちゃうんですね。で最後ね、変だなと思ったら喉から血が出ちゃってあなたは一回休みなさいって言われて、喋らない日を一日作らされました。やっぱり無理するとね、使い物にならなくなっちゃうんですよ。そうすると、一緒に車に乗ってても、それはちょっと所在ない感じがしちゃうじゃないですか。で役に立って一緒に応援して一緒に運動して、で一緒に力を合わせて勝てたねみたいな、ね、頑張ったねっていうのをやっぱ欲しいでしょそうなるとね、そういうの大事だと思うので、枯れて潰れて終わりっていうのはちょっとしょうがないね。それではもう意味がないから、喉に力を入れるとかすれちゃいますので、どんな声を出そうとか、そういう、無理に何か作ろうとかしないで、自然体の声で喋っていってください、ね、遊説してください。で自分の声になれましょうっていうのはそこで、やっぱり例えば昔は本当にカセットテープに声を入れてなんていう話も通常したんですけど、今どうなんでしょうねボイスレコーダーかしらもうアナログの時代のことなんで申し訳ないんですけど、自分の、ね、声を録音してそれを聞くと、自分の声じゃないみたいに聞こえたりするんですよ。で、果たしてこんな声だったっけってなって、もっといい声出せないかなって、可愛い声出したいとか綺麗な声出したいって、憧れの人のね声を想像して、それに近づけようとして無理しちゃうっていうことってやっぱり出てくるんですね。でもそれは必要ないです。自分の声にちゃんと聞き慣れて、自分の声に誇りを持ってやってください。これが一番大事だと思う。みんなね、あなたの声好きですよ、大丈夫よ、だから一緒に頑張ろうね。はい、ということで次、はい、滑舌に役立つ早口言葉をご紹介いたします。私の好きなやつ2つね、じゃあちょっとやってみるので、あなたも一緒にやってみて。いくよ、せーの。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけなかったから竹立てかけた。 OK、 もう一回いくよ、せーの。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた。できた本当は3回繰り返すといいんだけど、じゃあ次ね、ちょっと漢字がいっぱいだけど私大好きなの。じゃあ一緒にやってみよう、せーの。空虚な九州空港の究極高級航空機。なんか言い始めがちょっとあれでしたね。もう一回いきましょうか、せーの。空虚な九州空港の究極高級航空機。これ大好き。ちょっと想像してみて、九州空港って絶対大きいなと思う。空虚って分かっちゃわないもうそういう感じで想像する。でもそこに究極に高級な航空機、飛行機がやってくるんですよ。すごくないっていうのを想像したら面白くって、私はこれ大好きなんですよね。じゃあこの2つもう1回ずつやって終わります、せーの。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた。空虚な九州空港の究極高級航空機。 OK、 ということで皆さんもやってみてください。早口言葉は
世の中に5万とありますので、ぜひ皆さんいろいろね書き集めてやってみてくださいね。また今回は私が好きなの2つ紹介しました。はい、ということで今回は立てるうぐいすさん講座、発声と滑舌についてお話ししました。1とあるのでもう1つぐらいくれたらいいなと思っているんですけど、まあ喋ると長くなるといけないのでこの辺で終了したいと思います。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。 Kindle 版の勝てるうぐいす、勝てないうぐいす、よろしくお願いいたします。そしてうぐいす城養成講座も行っております。こちらは随時開催しておりますので、ご希望の方にご希望のスケジュールで行っていきますので、ぜひこちらもよかったらご利用ください。それでは皆さんありがとうございました。素敵な勝てるうぐいすさんになってくださいね。ありがとうございました。